望ネーム、しおりさん、うん、某レンタルショップでアルバイト中の女性からいただきました。すいません、若くてイケメンなお兄さんが AV を借りに来るとなんだか悲しくて気まずい空気になってすいません。私のようなものがレジをしてすいません。おお、これはさ、非常に貴重な意見じゃね。ねえ、皆さん、またあれですか、皆さん、自分に話しかけられてないと決め込んでますか。ねえ、なんかそこにいるメガネの人たちですよ。そうですよ、これこんな風に思われてんだってよ、 AV 借りるときみんなな、そこ、自分たちはイケメンかどうかについて喋ってると。はあ、そういうことじゃねえんだよ、ねえんだよ、笑ってる笑ってる、めっちゃ笑ってる、あの人たち。まあなるほどね、まあ、やっぱり向こうも、あ、この人 AV 借りに来たっていう目線で見るわけだ。そうですね、そのもんなんですね。ねえ、あ、そういうふうに思うんだな。確かに、ね、うん、ちょっと貴重な意見でしたね。じゃあ次いきますか、はい、絶望ネーム、はい、しおりさん、某レンタルショップでアルバイト中女性の方からいただきました。すいません、おじいさんがレジに AV を持ってくると、もうそんなに頑張らなくてもいいよって思ってしまってすいません。私のようなものがレジをしてすいません、すいません。おじいさんが、おじいさんが持ってくるとそういう風に思うわけだね。まあさすがにこのスタジオにおじいさんはいないんで、ガイド者がいないんでね、へえとも思わないんですけれども、うん、あ、そうですか、うん、まあいろいろやっぱ思うんだね。そうですね、うん、レンタル、ビデオレンタル屋さんだったりとかさ、コンビニとかって、まあ、高校生が割とさ、バイトしやすいじゃないですか。あ、そうですね、はいはいはい。で、僕は高校生の時に、うん、全然その学区じゃないところでバイトをしている人と、まあ、間接的に知り合いだったのね。要は塾、うんうんうん、通ってる塾はさ、ほら別にバラバラの高校の人たちがさ、来るじゃない。で、そこで、なんか、お前んとこの学校の先生がさ、はい、この前 AV 借りに来て、三国志と一緒に借りてるって言って、三国志 AV みたいな感じで出してた。はい。カモフラージュだったのか、まあ本当見たかったのかは定かではないけど。メガネかけてる、この前なんか写真で見せてもらったあの先生だよ。マジで？すっごい面白くなっちゃって、それから。はい。その先生の授業大好きになっちゃってさ。はい、うわ、あいつ三国志と AV 借りたんだと思ってそうか、その先生も学外だったら大丈夫だろうと、そう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 思ったんですね。ねえ、まあ自分のところの生徒じゃないしさ。そうですね、分かんないからさ。そうですね、まさかそんな写真なんて見られてるなんて思わないから。そうそうそう、一応やっぱりさ、チェックするじゃん。そうですね、自分の生徒がバイトしてねえだろうってさそりゃそうですよね。だからそこはちゃんとこう見定めていったんだろうけれども、うん、残念ながら間接的にねバレたねな、みんな AV 借りるとき気をつけなきゃいけないなるほどね。次、はい、絶望ネームしおりさん、某レンタルショップでアルバイト中女性の方からいただきました。すいません、クリスマスに AV を借りに来たオタク系ぽっちゃり男子に対して、こいつきっと童貞なんだろうなって心の中で思ってしまい、すいません、クリスマスにバイトに入っている自分のことは棚にあげて、すいません、送るメールが AV ネタしかなくて本当にすいません、すいません、すいません。貴重な意見本当にありがとうございます。しおりさん、これからもですね、いろんな人に対するこうなんだろう思いみたいなのを書いて送ってきてくれるとですね、はい、番組で紹介するしないは別としてですね、はい、この番組にいるスタッフが貴重な意見として、はい、そうですね、あ、そっか、こういうふうに思うんだなとか、なんだろう、さっきの話じゃないですけれども、AV 三国志みたいな感じで借りていく人に対してはどう思うのかとか、ね、そうですね。ちなみにその先生は世界史の先生だったんですけど、あれそうか、やっぱそうか、そうだったんですけども、そういう人たちに対してどう思うのかみたいなことをです ね送ってきてくれるとそうですね、非常に参考になりますので、はい、はい、ぜひ送ってきてください、はい、すいませんなんて思う必要ありませんよ